皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。本日ご紹介するのはこの本です。アンロッキングクリエイティビティです。まあ、300ページで、まあ、2,000円、まあ、結構高いかなと思うような本です。で、著者のお名前はマイケル A. ロベルトさんです。まあ、知らないんですけれども、まあ、マイケルも A. もロベルトも聞いたことあるんですけれども、まあ、組み合わさると、まあ、全く知らへん名前の人になるっていう、まあ、典型例ですね。で、まあ、経歴はというと、まあ、やっぱりこう本を書くだけあってものすごい経歴が並ぶんですけれども、まあ教授ですね。はい。で、著者に、他の著者になぜ危機に気づけなかったのか、いや、まあ、決断の本質という本があります。まあ、僕はちょっと読んだことないんですけれども、まあ、この本は非常に面白かったというふうに言っておきたいです。で、本の内容なんですけれども、まあ、新しいアイデアを出したいなって思うことってものすごいあるんですよね。そのために何をするかっていうところですよね。まあ、PDA を回すやベストプラクティスの真似をする、こういう手法はあります。まあ、創造性を発揮してほしいと思うんだけれども、うまくいきません。で、何かって考えると、実は、まあ、自社でその創造性の目を、まあ、潰しているんじゃないかっていうのが、まあ、この本の一番の主題です。では、まあ、創造性を阻害しているものは何でしょうか。で、本書で言うと仮定、基準、予測、構造、集中、反論っていう6つの思い込みがあるっていうのが本書のテーマになっています。次から一例をご紹介するんですけれども、まあ、例えば予測なんかは、予測できると思ったとしても結果って予測できないんですよね。未来は予測できないんですよね。だから何が創造性に結びつくかわからないみたいなことが書いてあります。これ非常に面白いです。本当に面白い。で、まあ、その一例をご紹介しようと思います。まあ、ネタバレ厳禁というところで、まあ、たくさんご紹介できないのが残念です。で、一つで、新規事業とか、まあ、あるいは企業なんかも同じかもしれませんが、こう専門家の意見とかをばかり聞きすぎてないですかっていうところです。これ意外や意外、専門外の意見っていうのが重要だったりもします。会議とかで、まあ、君専門外だからもうやめてみたいな、でそういうことをやると逆に新規事業の目を潰してしまう、まあ、そういうことがあるっていうふうに書いてあります。まあ、これをかっこよく文字で起こすと、まあ、先入観のない人の意見がイノベーションの源泉になる可能性があるよっていうふうに言ってます。まあ、まあ、柔らかい言葉で言うと、何がきっかけになるかっていうのは誰も分かりません。まあ、分かってたらそれやるやろっていうところなんですが、新規事業とか、まあ、創造性に関してはもう誰が何をやったってどういう結果になるかっていうのはもうはっきり言って分からないです。まあ、もう一つ例を言うと、まあ、映画なんかでもものすごいお金をかけた、何億ドルとか、まあ、日本でいうと何十億円っていうようなお金をかけてすごい有名な俳優が出ている、そんな映画でさえもヒットするとは限らない、予測もできません。まあ、カメラを止めるなとかは、まあ、低予算でものすごいヒットしたりもします。そういうのが出てきたりもします。まあ、新規事業っていうのは何が要因かっていうのは、まあ、究極わからないので、まあ、可能性を残しておく、これが重要なのかなっていうふうに思います。まあ、この本では可能性を排除すること、その要因がたくさん書かれてあります。実際の世界で本当に起こりそうなことがたくさん書いてあるので、まあ、自社もあそういう傾向があるなとか、経営者の方もあこういうのあるわっていうふうなことを思えば少し止めてみて、細いかもしれないですが、その可能性にかけてみてはどうでしょうかという本です。ここからは、まあ、僕が本書を読んで面白いなと思ったところを3点ご紹介しようと思います。まず1点は、古いアイデアから抜け出すことの方がよほど難しいっていう部分が22ページにあります。
まあ、かの有名なケインズの言葉らしいです。この言葉は、まあ、いろんなところで似たような言葉を聞くとは思いますね。例えば成功体験からの脱出だったりだとか、あとはそうだな、強みがまあ逆に弱みになるみたいなものも同じような話だと思います。まあ、手を変え品を変え、いろんな方法で言われてるんですけれども、まあ最終的には同じアイデアでずっと勝ち続けられないよと。一回出したアイデアはまあ古くて、まあ、それを使ってるうちにもう一回新しいアイデアなり新しい能力を身につける、まあ、走りながら能力を身につけろっていうところなんですが、非常に厳しい言葉が書かれてあります。で次は、まあ、やってみて学ぶというアプローチへの切り替えに失敗したっていうところが、まあ、73ページにあって、これは本書でいうところの家庭に対する思い込みっていう部分に書いてあります。どういうことかというと、 PDCA サイクル、要は計画して実行してそれに対してフィードバックする、まあ、そういう一連の流れで新規事業をやるんじゃなくて、いろんなもののアイデアを持ち寄って、一つ一つ試してみるっていうアプローチに変えることができなかった企業が多くて、そういう企業がまあ失敗しているっていうところを言っています。試行錯誤を繰り返すというのは口では簡単ですけれども意外に難しいです。何かできそうな使えそうな理論とかに頼ってしまうんですが、創造性っていうのはそういうところにはなくて、人の失敗とかからもひょっとしたら創造性が生まれる、そういうものなのかなと。計画したものの中になかなか成功するものっていうのがないっていう耳の痛い話であります。で、まあ、最後のところですが、言うのはリーダーはためになる批判を求めているっていうところです。これは反論に対する思い込みっていう章にあって、何でもかんでも反対する人もいれば、こう建設的な反対をする人もいる。でも反対された側にとっては建設的かただ単に批判的なのかっていうのは分かりません。だからイエスマンが多くなるんだと思いますが、まあイエスマンが多くなる、それは会社の構造上仕方のないことなのかもしれません。ノーと言った瞬間に辞めさせられる可能性だってあるので。ただそうだったとしても批判してくる人っていうのはいたりもします。その時にどれだけ批判に耳を傾けられるのかが重要やっていうふうに教科書的には言ってますが、これ非常に難しくて、まあ、歴史なんかを見ても批判して殺されているこの宰相っていうのは山ほどいるので、なかなか難しいなっていうふうに思うんですが、ただそれができた国やそれができた会社っていうのが粘り強く生き残っているっていうのもまあ確かなので、これは非常に面白い視点だなっていうふうに思っています。ここからは本書のまとめです。結局のところ何をすればイノベーションに結びつくかっていうものの、まあ、決定的なものはないです。あればみんなやってます。でも創造性を阻害しているものっていうのは、まあ、本書を読めば分かります。なのでまずは、まあ、阻害要因を取り除く、そういうとこから始めてみてください。そうすればおのずと可能性は上がります。例えば新規事業を行う、あるいは何か新しいことをしたいなって思うときに、こんなことしてませんか、まあ、PDCA で新規事業を管理しましょう、まあ、新人とか、まあ、専門外の人の意見を軽視していませんかと、まあ、売上の少ない事業を諦めていませんか、ひょっとしたらその少ない売上の中に爆発的なニーズがあるかもしれません。あと事業計画の達成が必須
これはまあ売上の大小とも関係してくるんだと思いますが、事業計画を追うばかり新しいことをやらない、売上が上がってしまうようなことをやりすぎている、そういうところはないでしょうかというのが本書の提言です。結局今のところ現段階では創造性っていうのは人しか持っていません。なのでありとあらゆる可能性を信じる、まあ、それが一番重要なのかなと。先入観っていうのは可能性の排除と裏返しなのかなっていうふうに本書を読むと感じるところがあります。まあ、ではどうすれば、まあ、自社が持つ創造性を発揮できるんでしょうか。まあ、ここにかかってくるんですけれども、その明確な答えはありません。ただ本書を読んで人の振り見て我が振り直せではないですが、こういういかんところがあるなと思えばそこを是正する、そういうところから始めてみてはどうでしょうかと。まあ、経営者の方や新規事業をしないといけない、まあ、そういう立場にある方にはまあぜひ手に取ってほしいなと思う、すごい面白い一冊です。まあ、今日のレビューはここで終わりです。まあ、チャンネル登録お願いします。まあ、コメントや、まあ、レビューしてほしい本なんかがあればコメントをいただければ頑張って対応したいなっていうふうに思います。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。さようなら。